こんにちは。あるいはお久しぶりです。大場和夫です。普段は早稲田大学や国士舘大学などで儒教を中心とした中国思想や日本思想を教えています。専門は中国思想では陽明学、日本思想では水戸学を研究しています。このチャンネルはもともと陽明書院という儒教の勉強会がありまして、その教材として使えるように中国思想史の動画なんかを上げていたんですけれども、僕の仕事が忙しくなったりなんだりで更新が滞っておりました。そんなこんなで動画を上げたいななんて思ってたんですけれども、ちょうど産経新聞で連載中の記事に関して動画でこぼれ話をできないかという話が産経側からありまして、これはちょうど渡りに船だというんで、こぼれ話をすることになりました。というわけでこの動画は新聞や雑誌に掲載された記事に書ききれなかった、あるいはそこから脱線した雑談をお話しするものです。現在は産経新聞大阪版に連載中の日本の道道と連動する形で、紙面に書ききれなかったこぼれ話をゆるくやりたいなと思っています。これはもともと産経新聞九州山口版で大場和夫の小議会というタイトルで、日本の思想家や人物を49人取り上げて、その人たちの思想や人生を紹介し、日本人の強みになる考え方や生き方について考えてみようというコラムがありまして、その増補改訂版となります。日本人の強みになる考え方や生き方を具体的に言えば、人倫、つまり親兄弟や夫婦、職場といった人間関係を役割分担で作っていき、お互いがお互いの立場らしい役割を果たすことで、利害の対立や感情の行き違いを最小限に抑えつつ、人との信頼関係によって心を安定させるということになるんですけれども、これをどんな形で表現していったのか見ていこうということです。それ以外にもいずれは様々な記事についてのこぼれ話ができたらなと思っています。コンセプトとしては授業などの合間に行う本筋からちょっとずれた雑談のようなものと思っていただければいいかなと思います。読んでいない人はオンライン版の産経ニュースで読めますので、概要欄のリンクからご覧ください。紙の方は毎週火曜日、産経新聞大阪版夕刊で出ます。それではお楽しみに。さようなら。